日野木町公園内の池。後ろの建物は東京ミッドタウンのミッドタウンタワー。日野木町公園内の池。日野木町公園日野木町公園は東京都港区赤坂にある港区立公園である。東京ミッドタウンに隣接する公園として知られる。面積は約14,011平方メートルである。当地は江戸時代は長州藩。 松平大前大部の下屋敷があったところで、庭園は清水園と呼ばれ、江戸の大名屋敷の中でも、名園の一つとして知られていた。また周りに、ひのきの木が多かったことから毛都市家の屋敷は、ひのき屋敷とも呼ばれ、後のひのき町という地名の由来にもなった。明治時代になり毛都市家の屋敷一帯は、国の管轄に移り、 1> 第1師団不評第1連隊の駐屯地となった。第二次大戦後の一時期に米軍の接収を受け、その後敷地の大部分に防衛庁が設置される。残りの部分が日の基長公園として整備され1963年に都立公園として開園。1968年に港区に管轄が移された。かつてはデモの集会などにも使われた。 東公園は池を中心に遊具などが整った公園であったが2000年に隣接する防衛庁が市ヶ谷に転出。その後地に2007年に東京ミッドタウンが開発されたのを受け、東公園も再整備され景観が大きく変わった。隣のミッドタウンガーデンとの調和が取れた開放的な造りとなった檜町公園。ありがとうございます。